はい、本日は佐々木隆と申します。今回はですね、2018年10月からのリミットレギュレーションがついに決定いたしました。いやー、今回もね、なかなかに驚きの改定があったわけで、それと同時に、まあ、私の予想まあまあ当たってたっていうね。はい、私の予想結構当たってたんじゃねというのがちょっと嬉しい気持ちがあるかな。でも早速やってみましょうかね。2018年10月リミットレギュレーション。まず禁止カードから。はい、こちら。アマゾンデスアーチャー。で、メガキャノンソルジャー。はい、これも、そうですね。みんな言ってましたもんね。まあまあまあ。ファイアウォール先輩が。ファイアウォールパイセンが、やっぱ主人公バリアという非常に強固なバリアで守られていらっしゃるので、まあ、あの結界を破ることは我々の力では不可能というか、コナミさんの力でも不可能みたいですね。主人公バリアを何とかするっていうのは、うん、一人歩きしちゃってるから、多分もう来年度3年になってぐらいじゃん、3年目になってぐらいじゃないと無理か。まあここの辺はワンキルのパーツ狙ってたっていうのが、アマゾネスアーチャーはなんで使ってたのかな、タンポポサンバですか、あれじゃないのかな。メガキャノンソルジャーはおそらく、まあ、ユニオンの方で使われてたと思うんですけど、上は、まあ、インフェルニティとか、タンポポサンバとか、その辺で使われてたんですかね。おそらくだけど。ね、はい、これはいいんで。で、ここ、サモン操作です。かかった。かかりましたよ。かかったよ。お前、かかったよ、お前。まさかかかると思ってなかったよね。いやいや、予想してたけど、FWD がバリアでかかられてるから、それを、まあ、それを抜きにして、何かをかけるっていうことになるとすると、まあ、サモンソーサレスしかないんですよね。で、それをしっかりかけてくれたっていうのは、これ英断だな感はある。これ本当、コナミさん、グッジョブ。まあ、これのおかげで展開系はすごく、まあ、致命的ではないんだけどね。ハリファイバーとか残ってるし、まあ、トロイメアも、他にも残ってるから、エクストラリンク自体は可能っちゃ可能。なのかな？サモソあってもいけるよね。多分いけると思うんですよ。なんか言ってたから。なんか誰かが全然サモソなくても動けるよ、みたいなこと言ってたから。まあ、だけどワンターンキルになるのは、サモンソーサレスで、サモンソーサレスでこいつら呼んでくるっていうのが多かったからね。うん、こいつら呼んでくるっていうのが多かったから。要するに射出系を持ってくることができなくなったから、先行ワンキルは難しくなったんじゃないかなと思う。いや、あるけど、ギミックとしてはあるらしいです。誰かは知んないけど、ツイッターで誰か言ってた。いや、普通に先行ワンキルいけるよって言ってたけど、やっぱ実戦レベルになるのは難しいらしいんで、サモン操作レスないと。安定しないって言ってました。ハンド次第になっちゃうっていうから。サモン操作レスの何がダメだっていうと、ハンド全く関係なしでハリファイバーから、普通に繋げられる。何でもモンスター何でもいいから繋げられてしまうっていうのが問題なのであって。で、さらに目当てのものを持ってきてファイアウォールで回収っていうのができてしまうから問題なんであって。これがないとかなり厳しい。うん、まあ、同時にね、ファンデッキが使う人たちはサモンソーサレスに頼っていた部分があったので、それはちょっとやめてくださいよ、旦那。僕様ちゃんちょっときついよっていう人も多かったんだけど、まあこれ致し方ないと思う。むしろ俺よくかけてくれたな。書籍不存で再録もしないままに一気に書けるっていうのは珍しいから。だって稼ごうと思えば。稼げたからね。これ再録枠でこれ入れたら。なんかのパックでね。で、それをせずにしっかりと書けてくれたっていうのは、コナミさん、グッジョブと思います。で、金車この3つかな。まあ、ファイアウォール先輩やハリファイバーなどは入ってない。あと、ダンディライオンが入ってないからね、禁止には。まあ、制限、純制限も入ってないけど。まあ、これ書けたんだったらいいかなって感はあるのかな。はい、次、制限いきましょう。エンタメイジダメージアグラか。はい、ダメージアグ。これもまあ、前々から言われてたものですね。僕も予想してたカードなんですけれども。海外ではとっくに、解除されてますから、まあ、むしろ、してて当然かな、とか。で、まあ、これは、先行ワンギルの時に欲しかったよな、って話なんだけどね。ダメージアグラって。そうでしょ。これがあれば、なんか止められたカードとか結構あったから、その辺ちょっと惜しいな感がある。で、次、ランセールテンペスト。聖夜竜帰ってきました。これはすごい驚き。まさかの。で、予想してた通り、ね、ほら、ゆっくりの動画で僕書いたじゃないですか。聖夜竜は全部一気に禁止なんかじゃなくて、属性ごとにバラバラにして、
返ってくるんじゃないかみたいな。そう、当たってるよ、当たってるよ、私さすが私。テンペストが返ってきたっていうのはやっぱブラスターとかレドックスに比べると、じゃあタイダルとかレドックスに比べると汎用性が薄いからかね。まあこれに次に返ってくるのはブラスターだと思います。返ってくるとしたらね、清流が解除されるとしたら。でもまあテンペストが返ってきたことによってドラグニティがちょっと注目されてる感があるらしい。面白そう面白そう、すごい面白そうそれでも風属性を使うデッキにこの乱世流テンペストを入れることができたのならちょっと面白そうだよね、普通にね、うん。で、火属性が返ってくるかな、ブラスターが返ってくるか怪しいんだよね。確か知らぬいとかと組み合わせられたられちゃったりするから炎だよなあれ、だから難しいかなってことなんだけど、テンペストの場合はそんなんがあんまりないのかな。で、トロイメアゴブリン、これちょっと意味わかんないんだけど、皆さんわかります？このトロイメアゴブリン制限ってなんか意味あんの？でね、海外の方の禁止制限出たんですよ。で、トロイメアゴブリン禁止になってるんですよ。それね、これはすごい英断だなって気はしてる。トロイメアゴブリン禁止ってね、トロイメアフェニックスでもユニコーンでもなくケルベロスでもなく、トロイメアゴブリン禁止ってなるとエクストリンクほぼ不可能になっちゃうんですよね。まあ、完全に不可能ってわけじゃないんですよ、プロキシードラゴンとかいるから。でもめっちゃ難しくなるんですって。で、海外だとそのエクストラリンクをがめっちゃ蔓延してるらしくて、まあ世界大会のあれも見てもそうだったし、まあだからトロイメアゴブリンを禁止に置く、でフェニックスとかユニコーンを禁止にして、いやフェニックスとかケルベロスを禁止にしてもよかったんだけど、でもそれだと汎用性なくなるじゃないですか。あれって汎用的に何、汎用のリンクとして除去を兼ねてるから。でもトロイメアゴブリンの場合そんなんじゃないんですよね、完全に展開札の一種だから。だから汎用性のあるカードたちはかけずに、こういった特化してさらにエクストラリンクの軸を飾っているっていうカードを禁止にするっていうのは海外見事だなと思ってたんですけど、日本の場合これ制限にする意味あんのかなと思って、これ2枚を採用してるとこあんの？あるとしてフェニックスじゃない、トロイメアフェニックスじゃないね、確か2枚以上採用してるのって、これ意味わかんないよね、これ本当意味わからん。なんだろう、次禁止にするからとりあえずここに置いておこうかなはい、次ヒーローアライブ。まあこれも仕方なかった感はあるかな、ヒーローね。エアーマンがさ、解除しちゃってで展開の基盤を兼ねてるっていうのもそうなんだけど、まあこれはむずいよね、これはちょっと。まあデッキから SS するタイプはやっぱダメだってことだな、要するにな。召喚縛りかなんかないとダメってことですよ、これも。ほんと残党だと思う、ヒーローとは関係ない部分で、ヒーローとは全く関係ない部分で暴れちゃってるもんね。まあディアボリックガイかけたらいいんじゃねえの感はあるんだけどなはい、最後制限カードの最後、封印の黄金室、封印の黄金室、あれですね、サンダードラゴンですね。これかけると思わなかったね、いや予想には入れてたけど、まさかかけるとは思わなかったけど、うん。まあサンダードラゴンでかけるのってここしかないからな、せいぜいここしかないから、まあ、それでもかけるかーがもあったけど、まあ封印の黄金室かかったことによって展開力は、展開力というより初手の安定が消えるのかな、サンダードラゴンは。でも全然大丈夫だけどね、制限封印の黄金室1枚でもね、俺残った枠に闇の誘惑とか入れるだけだと思う、入れるとしてね。いやそれ弱まるよ、全く弱まらないとは言ってないですけど、弱まりはするけど、でも致命的ではないと思う。で、制限は終わりだな。純制限いきましょう。えい、オルダーガイスト、マルチウェイカー。オルダーガイストかかりましたね。オルダーガイスト。まあ、オルダーガイストの中でも展開筆の、というか、このカードがあるからこそ、オルダーガイストを環境に出てきた感があったんで、これがかかるっていうのは仕方ない部分あるね。まあ、制限ではなく、純制限だったから、そんな致命的ではないよね。封印の黄金室と一緒で。まあ、メルシークもかかってないし、これ1枚だったら大丈夫。だけども、やっぱし安定性は消えたし、リソースの管理も難しくなってきたから、まあ、弱体、かは弱体か。というね。強欲で動脈脱帽とかすごい使いにくかったりするし。2枚の場合になるとね、話が違うんだよね。ゴードンで飛ぶ可能性出てくるから。初手で軽々に打てなくなる。で、ブリューナクのネクロス。ついに帰ってきたね。ブリューナクのネクロス。
まあこれ返していいだろうかあるけどな。なんで今まで忘れられてたんだよね。僕ネクロスミンじゃないけども、これはかわいそうだと思ったわ。でこれですよ、これ彼岸の旅人ダンテ、ダンテ帰ってきましたよ、ついに、ついに、ついに、はい、ついに帰ってきましたよ。遅えんだよめ、ベイゴマックスとか言ってる場合じゃねえんだよ、ほんとベイゴマックス返すからね、こっち返せって。やっと2枚になりましたね。もう3枚でもいいだろう感あるけどな。ねえ、やっと帰ってきた。これでまた悲願組めます。つっても、主要パーツ売っちゃったから、また1から集め直すんですけど。売り払っちゃったから、まあちょっとね、時間はかかると思うんですけど、必ず組みます。はい。はい、次こっち。戦闘機、ウィドウアンカー、戦闘機動エンゲージ。戦闘機のパーツですね。ウィドウアンカーは、禁じられた聖杯というか、ブレイクスルースキルみたいな、フェットベーラーとかそんなんだね。プラス、精神操作のカードだね。で、戦闘機のエンゲージはドロープラス、サーチ、サーチプラスドローかな。純制限の場合だとどうなるのかな、まだね。2枚かけるとなると、まあそこそこダメージはでかいんですけれども、純制限だからな、致命的ではない気はします。うん。弱くはなるけどな。弱くはなるけど、そんな、これが制限とかだったら完全に弱体化と言っていいんだけど、完全弱体と言っていいんだけど、まあ、純制限だから、まあ、微ダメージ。微ダメージじゃないな。ダメージだね。大ダメージじゃなくダメージ。中ダメぐらい。それぐらいの感じかな。まあ、まあ、それでもね、2枚になるっていうことはそれだけやりにくくなったってことだと思うんだけどな。はい、オルターガイスト、マルチウェイカー、移動エンゲージ。ここで、まあだから、サンダードラゴン、オルターガイスト、で、戦闘機。まあこれは一応、一個ずつかけていったって感じですね。一個ずつじゃないけど、とりあえずかけていったって感じかな。で、はい、超融合。制限カードだった超融合が返ってきましたね。これによって、どうなんだろうな。どうなんだろうな。まあ、リンクシステムになったから、新ルールのリンクシステムになったから、そう、軽々に打つことができないですからね。例えばフィールド上に、自分フィールド上に、例えば融合で寄せたモンスターいると、超融合を打っても、相手モンスターだけを吸うっていうのが無理だから、リンク用意してないとね。まあ、サンダードローンが減らないのであるならば、ちょっとメインに2枚ぶっ刺してもいいのかもしれないね。戦後を取った時ね。で、次、隣の芝刈り。純制限か。これは驚きですよね。そんな言うほど60枚で、なんだろう。暴れていた記憶はないんだけれども、やっぱ問題だったんですかね。隣の芝刈りね。まあ1枚うちはほぼ勝ちみたいなもんだからな。引ければな。引ければだけど。引ければ勝ちだったけど。でもこれ純制限になったことによって、すごい安定性減ったと思うんだよね。これに頼りっきりの構築無理になっちゃったもんな。サモン操作レスの系だから。で、新竜王の復活、新竜ですね。新竜の復活。これなぁ。まあまあまあ、もう今まで制限に押していたのがいい。それだったらダイナマイトゲームを一緒に返してほしかったよね。で、破壊輪。破壊輪命とかがあるから、まあそれに対しての、制限解除だと思いますね。まあ、破壊輪どうなんだろう。破壊輪でそういえば、ないな。ないな、ジャンニャーじゃないわ。見てないや。パック見てないから。すいません。パック買ってんだけどな。開封動画上げたいんですけど。はい。じゃあ、最後。無制限。召喚獣、アレイスター。アレイスター。召喚獣がこれで帰ってきましたね。まあ、ただ、エースカードというか、切り札カードであるメルカマが帰ってきてないから、召喚獣が完全に解放されたわけではない。それでも3枚使えるっていうのは大きいから、出張パーツとしての召喚獣なんたらっていうのは増えそうですね。で、スパイラルギア、ドローン。これも帰ってきましたか。スパイラルはこれで帰ってんのか。ああ、そっか。なんだ。ジーニアスか。ジーニアスと、リゾートがね、あるから。まあまあ、こっちは返していいだろうかもあります。で、ディスクガイ。まあまあ、使ってねえもんな、誰もな、そらな。こんなもんな。かけてるのが間違いだよって感じ。で、イビリジャガストフラゲ。お、これ見たときさ、ほとんどの人さ、あ、かかってたんだって思ったじゃない。あ、これかかってないや、みたいな。誰も覚えてへんねん、みたいな。これで使う人いんのかな、とは思う。
で、エルシャドール、ネフィリム、ミドラーシュ。シャドールが完全復活ですね。これで。ネフィリムはともかくミドラーシュ3枚返ってくるのはすごいでかいと思う。すごいでかいと思う。シャドールもクモクモ持ってたけど結局組んでないからな。まあちょっと組んでみ、組みます。でもまずは悲願から組みたいから、ちょっと時間ください。はい。全体的に、規制をものすごくかけてきたなってイメージがあります。しっかりと。まあ、完璧ではないものがあるにせよ、例えば、ま、展開系のこのあたりをしっかりとかけるって以上、コナミさんは、大会の環境とか、そのあたりをしっかりと調査して作ってるんだなって気はしました。特にサモン操作術をかけたっていうのはすごい英断だと思う。素晴らしい。他でま、不満があるとするならば、戦闘機とかあたりが、ちょっとま、かけ方甘いんじゃないかなっていう気はするね。エンゲージ制限、ウィドワンが純制限ぐらいでもよかったんじゃねえのっていう。で、まあ僕、オルタ使ってますけど、もうオルタガイスト、マーチュイが純制限でもいいんじゃない？それかもうメールシークも一緒に純制限にぶち込んでもよかったんじゃない？そんな気がするよね。それぐらいかな。でもそれ以外はすごい納得というかしっくりくる、構築でやったんで、個人的には満足です。どうなるんでしょうか。時間、次の環境がどうなるかだよね。次の環境。まあ、難しいなぁ。オルターガイスト生きる気もするし、エンゲージ、純制限とかだから、戦闘機も生きる気はするし、サンダードラゴンも全然いるような気がするし。まあ、とりあえず展開系を消していったっていうのはすごいでかいなと思う。よくね、これで、オルターガイストとか、あと戦闘機とかが、ほぼトップにいるんだから、展開系をどんどん殺していくのはいじめじゃないかって言うんだけど、多分それは違う。大会環境っていうのもそうなんだけど、それだけじゃなくて、戦っているのでループとかを引き起こす要因を消していくってのも制限改定の役目だから、ね。やっぱ、無限ループとか、著しい極化を招くようなカードは消していくっていうのは制限環境の目的としてしっかり合ってると思うよ。まあ、それだったらファイアウォール消せって話なんだけど、それもしょうがないんだよな。大人の事情だよ。これ、こうなると。こうなると大人の事情としか言いようがない。もう半年分ぐらいはそう言ってる気はするから、もう諦めかけてたし、みんなも本気で思ってなかったでしょ？ファイアウォール禁止になるよなんて。願望だったでしょ？俺も願望だったし。だけど、それの意味で、ね、事前の策をきちんとしてくれたっていうのは、そこは評価してあげたいな。コナミさんをね、と思います。はい、それじゃあ、ワクテクでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。